はい。はい。今日これやりますよ。根と枝。枝か。枝ね。根と枝。これね、なんかというと、俺もこの間勉強して、分かったんだけどね。うん。晴れの日は、木で例えてもらうから、木で。うん。根と枝じゃけ木だもん。うん。晴れの日は、枝が伸びます。うん。雨の日は、根が伸びます。うん。根っていうのは、土の下にあるのが根。うん。見えてない。うん。ね。うん、晴れの日は、そこから出てる枝が伸びます。うん、いうことね。うん。これって、木のことなんだけど、うん、人間の心でも一緒ない。うん。晴れの日。うん。晴れの日っていうのは心が晴れている。心が楽しい。自分が今成長している時をね。うん、成長している時は晴れる、うん。で、その時は自分の心が楽しいけん、うん、もう見た目的に成長している。うん、ってことだ。で、根が、雨の日っていうのは人間の心からしたら暗い時。うん、ネガティブになった時。沈んどる時。うんうん、そういう時は、もうそういう時でも根が成長しようね、うん。木だって見えないところに根が成長しよう、うん、雨の日は、うん、広がって。で、人間も暗い、ああ、なんか面白くないなって思っとっても、実はそれが成長しようかな、うん。それを乗り越えれば、根がどんどん張っとるわけ。うん、心のね、うん。いいじゃん、これ。うん、もうこれいいなと思った。しっかり置くときにだろう。うん。以上。以上。じゃあ、海の事故に気をつけましょう。うん。はい。おしまい。おしまい。